こんにちは。そして私のチャンネルへようこそ。このチャンネルでは毎日神の創造の美しさと素晴らしさを探求しています。今日はマダガスカルにしか生息しない魅力的な動物キツネザルについてお話ししましょう。聖書には神が動物を含むこの世のすべてのものを創造し、それが良いものであることをご覧になったと書かれています。キツネザルは神が創造した数多くの生き物の一つであり、彼らを特別な存在にしているユニークな特徴を備えている。キツネザルには様々な種類と姿があり、神の多様な創造性を示している。キツネザルは私たちに神の多様な創造の美しさとそれぞれの個体の独自性を感謝することを思い出させてくれる。主よ、あなたのお業はなんと多様なことでしょう。地はあなたの創造物で満ちています。詩編104編24節。キツネザルは協力と配慮を重視する社会的集団の中で暮らしている。彼らはキリスト教の共同体の価値と互いに支え合い励まし合うことの大切さを教えてくれる。ヘブル人への手紙10章24節から25節には次のように書かれている。また私たちは愛と善行とに向かって互いに励まし合うにはどうしたらよいかを考えよう。ある人たちの習慣のように集まることをやめないで互いに励まし合いましょう。キツネザルは様々な環境や食生活に適応してきた。彼らは私たちに神の備えを信頼しながら臨機応変に状況の変化に適応することの大切さを教えてくれる。フィリピの信徒への手紙4章19節には、私の神はキリストイエスにある栄光の富に従ってあなた方のあらゆる必要を満たしてくださいますとある。キツネザルは好奇心旺盛で探索好きなことで知られている。彼らは神の知恵と創造性を認め、驚きと好奇心を持って神の創造物に近づくよう私たちを鼓舞する。天は神の栄光を宣言し、空は神のお手の技を宣言する。詩編19編1節。聖書には自然界を大切にすることの大切さも記されている。神の創造物の管理者として私たちはそれを保護し後世に残すよう求められているのだ。結論として、キツネザルは神の創造性と私たちを取り巻く世界を大切にすることの大切さを思い出させてくれる素晴らしい生き物です。この毛むくじゃらの霊長類に感謝し、自然界を保護し保全する私たちの責任を思い起こすひとときを持ちましょう。このビデオを楽しみ、何か新しいことを学んでいただけたら幸いです。神の創造の美しさと素晴らしさについてのコンテンツをもっとご覧になりたい方は、いいね、購読、シェアをお忘れなく。キツネザルから学べる教訓や、どの動物について話してほしいか、下のコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。